やりたいことができるわけではないですからね。ど,どうしたってそうはならない。うん、社会の一員なわけでからね。うんうん、うん。だね。なんかもう、面白すぎて、あんまり総合商社の仕事っていう、こう、フォーカスする場所がそこにはなってないんだけど、それで、まあ、今のね、人材育成を、まあ、多段に今、出向して、はい、人材育成やってますと、その、まあ、そこでの今、まあ、日々の業務みたいなものをちょっと、 垣間見えるるようなな話してくれるかな、うん、まあ偉そうなこと言ってるんですけど本当に <laughs> あのまあボスがすごいクセモ者なんですもう69になる人なんですけどとあるあの大きい会社大変だはいまああのもう細かく言っちゃうともう見バレしちゃうのであえて言わないですけどもまあ,あの大きい会社をずっと勤め上げられて <laughs> でえっ、ー、とまあ地元の、うん まあこんな大変な状態になったので、そういう皆さんの、まあ、次世代、復興を担う,う次世代人材っていうのを育成したいっていう志があって、だから小中学生から高校生、大学生に至るまで、そこの人たちにいろんなこう学びの機会を与えるっていうのがまずコンセプトというか、一番の遮断の目的なんですね。で、それを無料でやってるんです。 で無料でやろうと思うとお金が必要だってことでえっと社会人研修という形で対価をいただいて経済性を回してるっていう社団なんですけどもでそこのまああの研修の資料作りだとか場作りこの仕事をその出向元の人に言うとあイベントスタッフねって言われたんですけど結構ねあの的を得てるイベントスタッフ椅子並べたりとか。<laughs> なんかカーテン開け閉めしたり、なんか窓開けたりとかね、本当にもう黒ッコなんですよ。でも本当にそういう泥臭い仕事、トイレ掃除までやりますからね。うんこれってやっぱり会社、その企業だと当然清掃会社の人がやってくれるし、多分田辺さんもそうだと思うんですけど、キャリプラのオフィス誰掃除するって田辺さんとスタッフなんですよ。清掃会社なんかね、あのも、もちろんお金払ったらやってくれるけど、そうじゃないじゃないですか。 やっぱり自分で作った場を自分で綺麗にするっていう、こういうところから、あ,あの、いやなんかすごい恥ずかしい、もう本当にね、もうめちゃくちゃ怒られるんですよ、もう。とんでもない人で。<laughs> やっぱそう、もう何をするにもね、自分、まあ今でも思ってるんですけども、それですごい怒られて。まあやっぱあるわけですよね。商社で、カタカタパソコンやってきて、まあまあ、大きい仕事もしてきたと。 ちょっと本当、ほんと小さなプライドもやっぱあって、うんうん、もうずったぼろにされるわけですよね。なるほどねでも、本当にずったぼろにおられてから、あ本当、うん、そうだなと、うん、こんなプライド何にもならんと、うん、本当、うん、ん業務としては本当に黒子で、当然その、お母さんとの調整とか、ホテルの予約とか、バスの手配とか、本当そんななんですよ。だから、全然、うんあの、かっこいい感じのことは当然、そんななくて。うん じゃその講師をやりますとか、ファシリティとします、そんな機会もやっぱなくて、まだまだ下積みなので。うん、だからね、あの学生に言うと、なんだしょ,うしょうもないことやってるなと思う人もいるかもしれない、そう思われても仕方ないと思うんですけども、うん、やっぱりそれがないと、本当に事業を作るとか、うん、人を動かすマネージャー層になった時に、大切なんだなっていうのをすごい思い知らされる毎日です。 うん、すみません。なんかその業務面となんかこう学びのところ混ざっちゃいましたけど。か分かる分かる。めっちゃかるな。凡事徹底だ。うん。凡事徹底だよね。あのね、日々のねこ、当たり前のね、簡単に思えるね、うん、るねつまらそうなことがね、うん、ちゃんとできないとね、うん、難しいことなんかできないんだよ。うん、<laughs> ああ、もう本当にそう。本当にそう。<laughs> うん。ゴミが落ちてて拾えなかったらね、でっかいビジネスで世界を動かしててもね、 そういう働き方になってんだよね。うんうんうん。ゴミ落ちて拾えるやつがその同じあの仕事、ゴミ落ちて拾えないやつがその世界を動かすような仕事をしてるとして、ゴミ落ちてるのを拾えるやつがその仕事変わったらもっと世界めちゃめちゃ良くなるんだよ。うんなんか抜けてんだよ。ポン徹底できないやつはね。うんトイレ汚れてるから掃除しようと思って掃除できないやつとできるやつではないその大きい仕事をした時に絶対中身に違いがあるんだよ。ポンジ徹底だよね。ポンジ徹底。 学びましただからそこは本当に、まあ、今の話聞きながらずっとうちのスタッフがやってる仕事うちのスタッフに言ってることとすごい重なったけどいやだからそれが本当に貴重いかに貴重かって話ですよ泥臭くてかっこいいって思われない対象かもしれないですけども <laughs> それを突き詰めた先にあのめちゃくちゃかっこいい大人像があると思いますよそ、ね、そういうううういいのの積み重ねでねでううこうなんか 仕事って仕事にとどまらないからね、やっぱり人間としてこう何かステージがあるとと、<laughs> <え>そういう成果として何か出てくるんだよね。うん